浮谷武次郎浮谷武次郎タケジロウ9月24日から1965年3月8日は、大正から昭和時代の政治家、実業家。千葉県東葛飾郡市川町長、市川市長、北総鉄道支配人。浮谷ヤ・兵衛の弟として、千葉県に生まれる。浮谷家は、葛飾郡市川神殿で農業を営み、当主は代々ゴ兵衛を名乗っていた。 東京府立第三中学校、東北帝国大学農科大学予科を経て、1913年7月に、同大畜産科を卒業する。卒業後、志願兵として1年従軍し、1917年陸軍機兵将尉に進んだ。ついで、北海道技師、東北帝国大学農科大学予科講師、宮城県農業技師、京成電機重役秘書、会計。 公務課長、北総鉄道支配人、成田鉄道会社取締役建設部長など歴任。1925年より市川町会議員に3回当選し、1930年2月に同庁長に就任し2期務めた。さらに1932年1月、千葉県会議員に当選し、1934年12月に市政施行により市川市が成立すると、 同志会議員を経て、同月、同市長に就任した。その後も、通算発揮21年半にわたり市長を務めた。県家地区の異名を持ち、昭和30年代には、海岸埋め立てを強行し、企業を57社誘致した。ありがとうございます。